顔というのは我々が日常生活で最もよく出会う対象物なんですね。顔で我々は人を認識したり、自分の感情や意思を伝えるわけです。でも顔を認識して、検出して、追跡して、表情を理解するというのはなかなか難しいことなんです。いろんな顔がありますし、顔はこういろんな方向に動きますし、表情というのも非常に多彩です。しかも表情はすごく大げさにこんなに笑ったりすることは少なくて微妙なんです。こんな風とかこんな風とかこんな風とか、そういう微妙さを全部理解するようにする。これが私たちにとってのチャレンジなんです。